見落としがちだけども、ドラム初心者を抜け出してドラム中級者にレベルアップするために必要なテクニックをご紹介いたします。どうもジョン・スミスと申します。ドラム初心者を抜け出して中級者になるために必要なテクニックって結構いろいろあるんですけども、腕のダウンアップ奏法だとか片足のダブルと速いダブル踏めるとかいろいろあるんですけども、今回はその中でも特に見落としがちだけどもドラムをやる以上重要だよ、欠かせないよというものがあるので、それをご紹介いたします。そしてそれがなぜ大事なのかという話を動画前半でして、で動画後半でその具体的な練習方法、こういう風に練習すれば身につくよという話もしていきます。このテクニックを身につけているかそうでないかで今後のドラム人生が変わると言っても過言ではないので、道を違えないためにもぜひ最後までご覧ください。ではまず動画前半、ドラム初心者を抜け出して中級者になるために必要なテクニックとなぜそれが重要なのかを話していきます。そのテクニックとは音量のコントロールです。これ結構ドラム初心者の方とか見落としがちなんですけども、楽器である以上音に関することって非常に重要なんですね。まあどういうことか解説していきます。ドラム初心者であったりドラム初めてちょっと経ったなーくらいの頃合いってフレーズを追いかける練習の比率がすごく多くなります。別にそれが悪いと言ってるわけではないんですけども、例えば8ビートだったりとか、この8ビートの足のパターンね、このバスドラムパターンであったりとか、あと2ビート、あとフィルインとかね、こういういろんなフィルインを叩けるようになるだとか、そういったフレーズを追いかける練習っていうのをまあ多くすると思います。私もそうやったし、別にそれが間違いとかではないし、いっぱいいろんなね曲をコピーするだとかして、いろんなフレーズを覚えることで次のレベルに進めるというのもあるので、それはぜひやっていただきたいんですけども、このフレーズを追いかけるという練習ばかりになってしまうと音に関する意識が弱くなってしまうんですよ。というか音の練習が抜け落ちてしまう、どうしても視野に入ってこなくなってしまうっていうことが起こるんですね。ドラムでいうと音に関する練習っていうのは、まあ音量だとか、あとは音色、まあ、これ電子ドラムやから一定の音になりますけども、こう叩き方によって音色が変わったりだとか、あとはまあ音の長さとかもありますね。このシンバルとかって結構シャーンって長く続くけども、この長さをまあ止めたりとか、まあそれはハイハットとかでもそうやし、他のパーツでもあったりはするんですけども、そういった音に関する練習っていうのはどうしても最初は抜け落ちるというか見落としがちなポイントやったりするんですが、やっぱ楽器である以上音非常に重要です。まあ楽器なので他のギターとかベースとかね、まあボーカルとかもそうですけど、音に関する、まあ、音色作りだとか音作りとかみんなやってると思うんですけども、ボーカルやったら声、まあボイトレとかで声をなんやしたりとかあると思うんですけども、それはドラムでも同じです。でその中でも音量のコントロールという練習は非常に重要なんですよ。まあ音色とか長さとかも重要ですけども、何よりも先に音量に取り掛かってほしいんですね。あ、ここからはついでにもなぜ音量のコントロールが大事なのか重要なのかという話に入るんですけども、音量をコントロールできないとやりたい曲、まあ、演奏している曲調に合わない音量で演奏してしまうリスクがあるからです。めっちゃわかりやすい例でいくと、こう歌物のバラード、すごい静かな感じの曲でね、こうこんな感じの、こんな感じのすんごい静かな演奏が求められる曲で、まあギターとかベースとか他のキーボードしかりとか、こう静かに緩やかに弾いてますと。でそんな中ドラムだけ音量の調節がコントロールができない状態であると、もうすごいパーンドンドンパーンみたいなめっちゃ大げさに言ってますけども、まあ要はこういうことが起こってしまうんですよ。まあ今のは大げさにやれましたけども、こうバラードでこう、まあフレーズはゆっくりやけども結構音でかいな結構すごいバスバス鳴らしてるなみたいな感じの演奏してしまいがちなんですよ。こんな感じで他の楽器とは違う音量、なんか合ってないような音量で演奏してしまうと調和が取れないんですね。こう高級ステーキに安い焼肉のタレバーかけてるみたいなそんな感じで調和が取れなくなって、すごい邪魔になってしまうんですね。かといって小さく鳴らそうとした時に、その小さく鳴らすための技術テクニックを持ってないと、それはそれでドラマはしんどいわけです。どうしても窮屈な感じでなんか力が入ってしまったりとか、ちっちゃい音で、ね、鳴らすのにはまずそもそもどうしたらいいねっていうのがわからんくてこうフレーズがな、こういうフレーズ鳴らしたいのに なんかこうよれてしまったりみたいなことが起こってしまうんですね。だから小さな音量で演奏できるテクニックを学ぶ必要があるわけです。あと他にも音量のコントロールができないことによる問題としては、単調な演奏しかできなくなるといったものもあります。こう普通のじゃあ連打としましょう、まあ、こういうポップスとかロックとかでよくある連打一つとっても、これ音量のコントロールができるとこういうことができるんですね。こんな感じでだんだん音量上げていくとか、まあドラムソロとかやったら音量だなって下げていく、
連打の速度はそのままに音量をちっちゃくしていくってことができたりするんですけども、こういうことができないとずっと同じ演奏ばっかりしてしまうんですね。まあ、別にそれが悪いとかじゃないし、ジャンルによっては機械的なドラムが求められたりもするので、まあ、それも正解の一つではあるんですけども、こう歌物とかね、何かしらノリを重視するような曲を演奏するときはやっぱ音量を変化させる、音量に変化をつけることでこうダイナミックスというかうねりを生むみたいなことをもうやりたい時があるわけですね。で、まあ、普通のポップスとかラウドロックとかでもだんだん上げていくって結構あるじゃないですか。こんなだんだん上げてでサビに入るみたいなことあったりするんですけども、こういったことができないと最初からこうマックスでみたいな感じになってしまって、なんか他のギターとかベースはだんだん上げてんのにドラムだけ最初からフルパワーやなみたいな感じで、まあこれもさっきの例と同じく調和が取れないみたいな現象が起こってしまったりするというリスクもありますといったことがあるので、音量をコントロールできることというのは非常に重要です。ここがドラム初心者と中級者を分ける分岐点の一つと言っても過言ではないです。ここまででなぜ音量のコントロールが重要なのかということは分かっていただけたかなと思います。ではここから動画後半、具体的な音量のコントロールの方法であったりおすすめ練習方法をご紹介していきます。ドラムがより一層上手くなるメンバーシップというものをやっております。普段の動画では解説しきれていないようなより詳しいテクニックを解説した動画であったり、メンバーさんのドラムに関するお悩みに1対1でお答えするサービスなどを提供しています。料金は月々500円ほど、まあ今後変わるかもしれないですけども、概要欄にチャンネルメンバーシップへの URL 貼っておりますので、ぜひそちらからチェックしていただければと思います。ではここから動画後半、具体的にどうすれば音量をコントロールできるのかという方法とおすすめの練習フレーズ方法がありますので、それを紹介していきます。まずそもそも音量って何で決まるのかというのを知る必要があります。これを知ることで音量をコントロールする方法がわかります。音量を決める要素は基本的にはスティックの振り幅の大きさとスティックそれ自体の速さ、この2つが音量を決めています。まあ、スティックのそれ自体の重さとかもあるし、腕にどんだけ力入れてるかとかもあるっちゃあるんですけども、スティックの重さに関しては好みの問題、こうどんだけ振ってる感じが重いか軽いかっていうのは好みの問題ですし、もうそれで決めて大丈夫ですし、腕に力入れてるかどうかっていうのは、そもそも腕に力入れてバンバンバカスカ叩いてたら腕疲れてしまってすぐバテてしまったり、早い演奏できないとか腱鞘炎になりやすいとか、いろいろな問題があるので、そこはある程度ゆるーく持っていただければと思いますというのがあるので除外して大丈夫です。で、見るべきポイントはスティックの振り幅、もうこれだけで大丈夫です。スティックの速さ自体も音量に影響はあるんですけども、これ速くなってくると意識できなくなってくるんですよ。まあ、遅い8ビートとかね、こうこのパーンスネアを鳴らす時のスティックの速さは意識できるんですけど、これが速くなってきたり、例えば2ビートとかね、トタ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 、こんな速いのをやってたらスティックの速さとか意識してられないですし、連打とか特にそうですよね。連打とかやってたらもうスティックの速さを早く落としてポンみたいなことはできないので基本的には無視して大丈夫です。一応スティックの振る速度、落ちる速度が速ければ速いほど音量は出るというのはあるので、まあ、それだけ覚えておいていただければいいかなと思います。そこはあんまり最初は気にしたくて大丈夫です。というわけで残ったのがスティックの振り幅の大きさ、これだけになりました。最初はここだけ意識すれば大丈夫です。スティックの振り幅は大きければ大きいほど音量も上がります。同じ速度でね、スティックを同じ速度で振るとして、大きい方がでかい音はなるし、振り幅がちっちゃければ同じ速度でスティック振り下ろしてもエネルギーが生まれないので、こうちっちゃい音になります。こうちっちゃい音ででかくすると同じ速度でね、こうスティックに遠心力やら何やら重みが乗るみたいな感じでパワーが生まれるので音量がでかくなるというものがあります。だから音量をコントロールするにはスティックの振り幅をコントロールすればおのずとできるようになります。足に関して言えばビーターですね。ビーターの振り幅を変えるだけで音量が変化します。まあ足はちょっとコントロール難しいと思うんですけどもまあ余裕があったらそっちもやってほしいなと思います。音量が何で決まるかが分かったところで、音量をコントロールするのに向いた練習、つまりスティックの振り幅をコントロールするのに向いた練習があるので、それを喋っておきます。それは小さな音での連打です。こういうやつ、これまあ最初両手でやると難しいので、片手ずつで、まあ、あとゆっくりからでいいです。さっきのはちょっと早かったですね。ゆっくりから、まあ慣れてきたらだんだん上げていくとか、だんだん音量強くしていくっていうのもやってたらいいと思うんですけども、とにかく小さな音で叩けること、小さなスティックの振り幅で演奏できること、ここが重要です。
というのもある程度大きな音量で連打をするこう演奏するっていうのはだいたいできるんですよ。こう特に何も考えずとも普通に連打したらある程度スティックの振り幅が大きく動いてくれるはずなので、基本的に叩ける速度であれば自分が叩ける速度であればスティックの振り幅っていうのは案外それなりに確保されているので大きい音量を出せるんですけども、ただ小さい音っていうのは意識しないとできないんですよ。何も考えずにポケーと連打してるとどうしても音量がでかくなりがちなんですね。大きくなってしまってなんか合わへんなっていうバラードやりたいのでこんなでかい連打いらんなみたいな感じになってしまうわけですね。だからこう意図的にこうちっちゃい振り幅、小さなスティックの振り幅で連打をできるように練習する、これが必要です。最初はもう片手ずつからもうなるべくスティックの動きを小さく、スティックの動きを小さくするということはつまり腕とか手の動きを小さくするということです。これワンポイントアドバイスなんですけども、うん、どうしてもね、特にドラム初心者の方に当ってしまいがちなのがこの小さい動きで練習しようとした時にね、腕の動きが大きいからスティックの振り幅も大きくなってしまっているっていうのパターンまあまああります。手先の方でいくら小さく動かそうとしても、振り幅を小さく抑えようとしても、このそもそもの腕の部分、ここら辺がうにょうにょ動いてたら、腕のダンプ奏法とかでね、うにょうにょ動いてたらそれにつられて手先もうにょうにょ動いてしまうので、でするとスティックの振り幅も大きくなってしまうから音量が小さくならないという問題が発生するんですね。だから腕も肩からでもいいかなと思うんですけど、うん、腕のダウンアップ奏法を使うときは特にね、この部分、肘あたりの動きが小さくある必要があります。ここが動き小さかったらこう手の方、手先の部分もそんなに腕の影響を受けずに、うん、済むので、スティックの振り幅も小さくなるというような流れがあるのでなんかどうやっても音量小さくならへんなっていう悩みがある場合は、この腕の部分が大きく動いてしまっていないかってところもチェックしていただければと思います。つまり反対に言えば、腕の振り幅を大きくすれば音量もでかくならせるっていうことでもあるんですけどね。だから小さいところからでかい音にしていくみたいなことをしたいときには、だんだん腕の振り幅を大きくしていけば大丈夫です。こう最初は小さい腕の動きから始めて、だんだんでかくすると自然とスティックの振り幅も大きくなるので音量も上がっていくってことができるので、音量をコントロールするときにはまずこの手先の部分よりも腕の部分、まあ肘あたりかな、うん、腕のダンプ奏法を使ってるならば特に、うん、ここら辺の動きの大小を意識すると音量のコントロールがしやすくなるので、そこも試してほしいなと思います。まあなんじゃかんじゃ話しましたけども、とにかく小さい音での連打ができれば、あとはもう動きを大きくしていくだけなので、スティックの振り幅というか腕の動きそれ自体をでかくしていけばもうそれで済むので、音量のコントロールができるようになります。さもうとにかく課題はちっちゃい音、これだけ、これができたらもうあとでかくするだけなので、この小さい音での連打というのができるように日々練習に励んでいただければ幸いです。というわけで長々とありがとうございました。曲に合った演奏ができるっていうのは非常に重要な項目です。で、まあフレーズ的に合ってるか合ってないかっていうのもあるんですけども、どっちかというとこっちの方に意識が向きがちなんですけども、実は音量とか音色とかそっちの部分も重要という話でございます。なぜなら楽器なので注意点としては、そういった音に関する練習って電子ドラムではできないので、どうしてもこいつどんだけ叩いてもいい音になってくれるし音量もね、自分であのメモリー変えれば調整できてしまうので、電子ドラムではそういった練習ってできないので、生ドラムでね練習して、こうより一層曲に合ったドラム演奏ができるように、つまりドラマーとしてレベルアップしていけたらいいね、だから頑張ってねというただそんだけの話でございました。ドラム初心者を抜け出して中級者になるために、今回の動画が参考になりましたら幸いですという感じでした。まあ本日はそんなところかな。こんな感じで私のチャンネルでは普段ドラムの上達に必要な知識を分かりやすく言語化して発信しておりますので、ドラムがより一層上手くなりたいという方はぜひチャンネル登録していてください。あとはより一層ドラムが上手くなるメンバーシップというのもやっております。この通常の動画では尺の都合上とかで話せなかったり、カットしている部分だったり、あとはもう深い話といったところを喋っているメンバーシップをやっておりますので、興味がある方は概要欄に URL 貼っておりますので、ぜひそちらから見ていただければ幸いですという感じでした。まあ本日はそんなところで、以上ジョン・スミスでした。